セイクレッドグラウンドのシンボです今回は CB650R これの2020年以降の預かった車両は今年購入したという車両だったんですがこれのフロントフォークの改造について話していきたいと思います少し古い車両ですねあの2019年までだとフロントフォークのカートリッジキットを販売している業者さんもありますがこの CB650R このフロントフォークの改造用の 原力発生機構調整機構を販売しているダンパーメーカーはありませんでした。ということで当社に依頼があってそういった改造を行いました。具体的な内容なんですがカートリッジという原子力の発生機構をつけて右に伸び減衰左に厚減衰そして両方ともイニシャルアジャスターがついているので、えー、俗にうフルアジャスタブルになっているというそういう内容です。えー 改造する前にこの純正フロントホークの中身がどうだったのかというと他の車両 CB1000R とかですね他にも他のメーカー川崎とホンダが主に採用している SFFBP というこういうフロントホークの機構がありますが中身の作りとしてはそういった内容でした片側のフロントホークに減衰力の発生するビッグピストンがついていて他方は減衰力発生しないただバネが入っているだけ で両者に調整がついていれば SFFBP になってついていないので、まあ、そういった特殊な名前はついていなかったんですが外観からは分かりませんがそういう特別な面白い作りでしたそして普通では分解するのが非常に難しいのでオイルシールの交換とかそういったメンテナンスは簡単ですけれども内部にです、ね、ストッパーリングがついており原子力の発生機構だったり、えー、またはあのバネだけの方もバネの交換というところで あのストッパーリング取るのが結構難儀しますので私はジグを作りままししして特別というか1人でも簡単にに外せるようにしましたここまでがまあ概要というか純正そして改造の方向性だったんですが以前試乗して基本特性はこうでないかというところを話したわけですがそれを踏まえて改造したフロントフォークそして試乗した乾燥 また別の動画でリアのナイトロンのリアショックについてもまとめてみたいと思います。それでは改造したフロントフォークの内容ですが、PC40 という CBR600WR のカートリッジを使っています。ただ、ベースがそうなっているだけで長だ、長さとか、とかの寸法は全く使い物にならないので、本当に素材として購入したというだけですね。ただ アルミのシリンダーでアルミのロッドを採用しているので軽量化という面ではメリットがあります。でこれをボトム側に止めるためのアタッチメントを作りましてインナーチューブとアクスルブラケットブレーキキャリパーが付く部分にそのアタッチメントを付けて後から止めるというような少し変わったまあ主に結構多いのはヤマハがよく採用しているような作りにしてみましたしてみたというかですね それしか解決方法がなかったとも言えるんですが割とうまくいったと思います、えー。寸法を出すのはもう手慣れた作業なので、まあ、長さ合わせてストロークを作り込んで接触する部分は器量としてトップキャップのネジ系が合わなければそれらもネジ加工旋盤で加工するというようなそういう作業をしてつけるようにしたと、まあ、これ話したところでですねあのやるかやらないかの問題なのであの難しいというよりはやる気根気そして技術力があれば 誰でもできるといいう,うには思いますで作り込んだわけですがこの車両はジムカーナに特化したあの使い道で街乗りは一応ナンバーはついているんですけれどもそれほど街乗りを考えていなくてジムムカーナででタイムを出すすための車両ですえそうなるとジムカーナの特殊な使い方ミニバイクコース以上のタイトな旋回が求められてえ加減速があの長いストレートがあまりないというですね短い区間で 姿勢変化を大きく作り出すということであまりバネの硬さを求める必要がないというか求めると旋回の姿勢を作っている間にもうコーナーの中に入っているというようなことになりますからバネの値はフロントコンマ9という、まあ、そんな別に特別柔らかいわけではないんですがあまり硬くしすぎないように設定しました減衰力も CB1300 をベースにして それでもうちょいこう車重とか車速とかを考えて少し落とし気味にしたというようなそういう作りです。これで走り出したわけですが非常にコントローラブルでまあボリュームがある制御しやすくて量感がある。量感があるっていうのはどういうことなのかと申しますとフロントフォークのストロークメーカーは一般的にロードバイクの場合大体 120mm という値を公表していますがこれはリバウンドストロークというものも含んだ 数字ですリバウンドストローク、どういうことかと申しますと、えー、フロントフォークはですね、まあ、リアショックもなんですが、えー、正,正の値といって一番高いところから一番奥まで行くこれで120というんですけれども、えー、フロントフォークは実は一番上からスタートしないでちょっと下がったところからスタートするんですねこれはサグとかそういったことではなくて内部にリバウンドストッパーと呼ばれるまたはトップアウトスプリング というようよなあのサスペンションが伸びきった時の衝撃を吸収させるための部品が入っていましてこの分のストロークも含んでいるんですね。ということで、まあ、私は勝手に正のストロークと負のストロークと呼んでおりまして正のストロークはだいたい110ミリそして負のストロークが10ミリ合わせて120というような考え方で、えー、間違いないと思います。そそここでで負ののストロークはは実際使使えるのかかかとというとなかななかまで使い切れなくて一般的には ののストローク110の中でどれだけ仕事をさせるかということが我々というかですねサスペンションの仕事になっているんですが今回は極力その負の部分を切り取って正のストローク120を確保するようにバネの値とかイニシャルの値を作り込みました。ということで実際はですねだいたい115ぐらいまでは正のストロークを取ることができました。 車種に応じてこのリバウンドスプリングトップアウトスプリングを交換して正のストローク 120mm っていうのをしっかり使えるようにするまたは正のストローク120で負のストロークをまたもう少し取って本質的にトップアウトという領域を作り出すということも以前には作業したことありますが今回はあまり姿勢変化を大きく取りすぎても良くないので先ほど申し上げた数字になっているということです。乗ってみた感想は このストローークがしっかり動く、えー、ノーマルはですね、バネがすごく柔らかくてあのペタンペタンと動いてしまうのでストロークしている感触がないというかです、ね、スイッチフロントフォークというかブレーキ握るとポンとこういきなり奥まで行ってしまうそういう中間域の演出がないようなフロントフォークなんですけれども今回はバネの値を0.9にしてイニシャルを適量かけることによってその中間域の演出 をししっかりりできるようになりましたこの中間域を感じ取れるフロントフォークっていうのは私はあの、まあ、量感がある、まあ、ボリュームがあるというかですね量があるっていうような感触なので私としては量感のあるフロントフォークというふうに、まあ、ストロークというような呼び方をしています。これがあればあの私の感触よく言うんですけれどもブレーキを 1mm 握るとフロントフォークが 1mm 動くような。 その1対1の関係まあ現実的に1ミリ握ったらもっと動くのは当然なんですけれどあのここでブレーキレバーでフロントフォークのストロークをもう自在に調整できるっていうそういうことが大切だと思っていますのであのブレーキとマッチしたフォークスプリング減衰力というものを作り出すようにあの設定しておきました。で乗ってみて実際狙ったようになると。イニシャルもいじれるし 伸び減水、圧減水も調整できることによって、ですねあのもうちょっと,こうし,っかりとしっかりとっていうよりもそのレバー、ブレーキレバーとの連動性、ブレーキをかけた時のフロントフォークの沈み方をちゃんと調整、思ったようにできるかどうかっていう、でリリースした時の跳ね返り方とか、ですねそういうライダーが思うように動かせるかどうかっていうところに着目したわけですが、それがしっかりと叶えられたっていう。 え非常にまあ頑張って自分でも作ってみたわけですがなかなか良い仕上がりになりましたそしてまあ右が伸び左が圧なんですがあの他社でも採用例はありますけれどあの4つのピストンを使いまして、えー、右の伸び減衰にも圧の減衰をしっかり生むように作り込んで左もあのこういったような1個の圧減衰じゃなくてもう1つセカンダリーをつけることによって。 あの微細な路面状況にも対応できるように作ったということで非常に面白いフロントフォークになったと思います次の動画でリアのナイトロンそしてまあ基本姿勢みたいなポジションとか走って感じたことというものを取り上げてみようと思いますので次回の動画も楽しみにお待ちくださいそれでは今回の動画は以上ですご覧いただきありがとうございました